ホテルグラムへようこそ。今回はですね、ホテル座三井京都に宿泊しております。こちらはですね、マリオットボンバイのラグジュアリーコレクションホテル、ホテル座三井京都ということでね、2020年にオープンしたばかりの新しいラグジュアリーホテルとなります。京都のですね、二条城目の前にありまして、今回はですね、二条デラックスキングというね、まさにその二条城をね、目の前にしたお部屋となっております。まずはですね、早速お部屋の様子見ていただけたらと思います。ルームツアー行ってみましょう。はい、それではルームツアー始めていきます。今回のお部屋はですね、こちら270というね、こちら二条城側のねお部屋となっております。二条デラックスキングというねお部屋ですね。まずですね、お部屋のね入り口周りなんですけど、こういうねウッドのテイストになってまして、このようにね入ってすぐのところに、右手にね、傘が用意してありまして、そしてこのようなねちょっとした台に、左手にですねこうやって靴箱がね用意されております。で、両サイドにですね、靴べらと反対側に、このブラシがありまして、で、一番下の段にですね、靴磨きサービスの案内と袋がね用意されております。で、こちらの上にはですね、このようなオブジェも飾られております。そして玄関周りはね、こういった石造りになってまして、左手がね、バスルーム周りなんですけど、そちらもね続いてこういったね石造りになっております。はい、で、こちらからね、ウッドのねフローリングのエリアに入っていくんですけれども、まずスリッパはねこういった形でちょっとモコモコしたね厚手のものが用意されております。で、こちらね、お部屋入る前のね廊下のスペースがありまして、右手にねかなり大きなラゲッジスペースが用意されております。こちら右手手前の引き出しにですね、このようにセキュリティロッカーが入っています。そしてね、そのままスライドしていくと、こちらにですね、ミニバー周りのキャビネットが見えてきます。まあ、手前にねちょっとしたこういうスペースもありまして、ホテルの案内ですとか、あとねチェックインの際にいただいたね、こちらアルコール除菌スプレー、こちらはですねホテル座三井オリジナルのね、ものみたいですね。で、あとねこちらがルームキーのケースとねルームキーとなっております。で、その横がね、このようなミニバーコーナーなんですけど、先にねお部屋の全体像を見せていくと、こんな感じですね。まずはですね、こちらのねミニバー周り見ていきたいと思います。こういったね、和でね高級感のある、キャビネットになってまして、上の段にはね苔のようなねアートが飾られてまして、その下の段にですね右側に、ネスプレッソマシーン、そして真ん中にですね茶器周りがね用意されております。じゃ湯飲みに、急須もね、背の高いものがね置かれております。手前のねこちらの筒にねお茶のティーバッグ用意されてまして、こんな感じでね緑茶とほうじ茶のねティーパックが用意されております。そして左手奥がですね、ホテル座三井京都ロゴ入りのねペットボトルですね2本用意されてまして、後ろにですね電源の用意もあります。そしてねキャビネットなんですけど、一番上の段がね、このようなトレイになってまして、こちらね引き伸ばして、スペースをね拡張することができます。で、2段目がですね、このようにリキュール類や紅茶やね、エスプレッソのカプセル等置かれております。左手前がですねリキュール類に赤ワイン、それからねお茶菓子なんかもありまして、奥にですね結構ね珍しいタイプのね、ネスプレッソのカプセルが3つ、デカフェのものも用意されております。で、こちらがですね、ナプキンと、コースター、それからね奥に TWG の紅茶がね、イングリッシュブレックファーストティーとバニラバーボンティーというね、ちょっと珍しいですけどこちらの種類が用意されております。で、奥にねクリームやシュガー、ブラウンシュガーなんかも用意されてまして、右手にですねこういう風におしゃれなねマグカップも用意されております。で、さらにですねこちらワイングラスにミニバーのメニュー表、その下にですねこういったね高級感あるグラスにエスプレッソ用のねカップも用意されております。こちら間のスペースにティースプーンやワインオープナーにマドラーなんかもね用意されております。で、一番下の段なんですけれども、右手の段をねスライドしていくとこんな感じでね電気ケトルとアイスペールの用意があります。で、左手はですね冷蔵庫がありまして、ミニバー周りのねものが置かれております。それではですね、右手奥の方を見ていきましょう。大きなテレビがありまして、よくはねテーブルがあってリビングスペースとなっております。まずテレビはですねパナソニック製でして、このようにね大きなサイズで、はい、で、こちらねすべて木の枠でね囲まれています。下の奥にですね、リモコンがねこちらのケースに収められて置かれております。あとホテルの案内もねこういった形で置かれてまして、
で下にですねゴミ箱の用意もあります。でこちらがですねリビングスペースでして、手前にねチェアが一つあって、こういうの大きな一枚板の、テーブルに窓際ずっとね伝うようにこういったね台が用意されてまして、で右手のエリアにですねこのようにクッションが置かれて、ソファーのエリアとなっております。手前にですね白いクッションが置かれてまして、後ろにもですねソファーと同じグレーのねクッションが置かれております。で横から見るとねこんな感じとなっております。壁際にはですねこういうおしゃれなね、和モダンなライトがついてまして、その下にですねコンセント、それから USB ポートもね2つ用意されております。はい、そしてねその手前のねこういう赤い蓋のね箱が用意されてまして、開けるとねこういうレターセットが用意されております。ホテル座三井京都のねロゴの入った鉛筆がね2本用意されてまして、オリジナルのねポストカードがね2つありまして、下にもですね高級感のある封筒やメモ帳なんかがね用意されてます。そしてねこのテーブルの上にいただいたのがウェルカムギフトですね。はい、でこちらねすすきのおせんべいと、巨峰にこちらねゆず餅をねいただきました。そしてあとね、ホテルからのウェルカムメッセージもいただいております。それではですねベッド周り見ていきたいと思います。はい、ベッド周辺だけねこのように、カーペットがね敷かれてまして、大きなキングサイズのベッドが用意されております。貫禄のあるベッドになってまして、足元付近はこういったねグリーンの、ベッドカバーが置かれてまして、枕はですねかなり大きめのサイズのものが4つね置かれております。はい、両サイドにですねこういった高級感のある大きなねライトとベッドサイドテーブルが置かれてまして、電話とホテル座三井ロゴ入りのメモ帳とペン、はい、で上にねコンパクトなサイズのアラームがありまして、その右手にですね、コンセントや USB ポート、窓のレースやねシェードの開け閉め、お部屋の電気のスイッチ類がね用意されております。でライトはねこんな感じですね。はい、でこのライトを支えるね後ろのここら辺もねかなりおしゃれなね作りになっております。はい、ベッド後ろの壁もねこういったね和なテイストのアートが施されてまして、ヘッドボードはですね革張りのクッション性のねある生地になっております。はい、で反対側もですね同じようにテーブルが置かれてまして、こちらの間のスペースにですね常備灯の用意があります。そしてね上には BOSE のスピーカーとアクセサリーケースありまして、同じようにですねこちらベッド横にコンセントや USB ポート、それから電気のスイッチ類が用意されております。はい、でベッドからねバスルーム側の壁にですねこのようなアートが壁に取り付けられております。はい、今ちょっとまだ眩しいんですけどね、外はこういう感じでね2階なんでねあまりよく見えないかもしれないですけど、正面にですね2畳が見えるビューとなっております。それではですねウェットエリア見ていきましょう。ベッド右手のねエリア進んでいきますと、こちらからですねフローリングからストーン状になってまして、中はですねこんな感じとなっております。かなりね高級感もあって広い作りになっていて、シンクはですねこのようにダブルシンクとなっております。でね一応こちらとお部屋の間はですねこのようにスライド式のドアで閉めることもできます。まずはですねシンクのエリアから見ていきましょう。床にですねこういった長いねマットが敷かれてまして、左手下にはゴミ箱と体重計の用意があります。小さめのタオルが2つと左手には電源の用意があります。で一段上がる形でこのようなね四角いボールのシンクが用意されてまして、ハンドルや蛇口もねこういう高級感のあるテイストになっております。でその横にはですね大きなね歯磨き用のコップにホテル座三井オリジナルのねハンドソープが用意されております。こちらの上にはですねこういったねまた大きなライトがついてまして、はい、でそのままね右行くとこういったの大きな鏡になっております。でシンクとシンクの間にはですねこういったものが置いてありまして、これがねアメニティボックスとなっております。蓋を開けるとね靴かアメニティが見えてきまして、こんな感じでね左から歯ブラシが2本にヘアブラシ、カミソリ、それからねホテル座三井オリジナルのボディーローションが用意されております。奥の方にですね、マウスウォッシュがありまして、さらにですねこちらの小さい箱がありまして、そちらの中にですねエメリーボード、爪磨きとヘアゴム、シャワーキャップ、コットン、はい、そして綿棒なんですけど、こちらがですね竹になっててね耳かきとしてもね使えるようになっております。反対側のシンクもね同じ形ですね。でこちらにも、石鹸とねコップが用意されてまして、奥の方にはですね同じように小さめのタオルが2つ、そしてねティッシュがねこちらに用意されております。右手にはですね AC 電源とこちらシンク周りのね調光スイッチが用意されております。
はい、でその上にはですね、電気がつけられるタイプのねアーム式の拡大鏡も用意されております。はい、でこちらのね下にはですね、スツールの用意がありまして、シンクのね真下にはこのようにタオル類用意されております。大きなねバスタオルが3つとハンドタオルもねかなり厚手のものが3つ用意されてまして、はい、で下の引き出しにはランドリーバッグとそれからねドライヤーの用意があります。はい、でシンクの反対側がですね、バスルームとなっております。手前にですねこういったグレーのね、ふわふわした生地感の、ホテルザミツ色彫りのバスローブがこのようにフックに、ね、かけられております。そしてねバスルームまずね洗い場が見えるんですけどこんな感じとなっております。一番上にはですねとても大きなねレインシャワーがついてまして、ハンドシャワーのヘッドもねかなり大きさがあります。そしてね左手奥にはホテルザミツイオリジナルのシャンプーコンディショナーシャワージェル、それからねハンドソープもこちらにもう一個用意があります。入り口の扉はですねこのように透明なガラスになってましてバスマットがね手前にかけられております。洗い場のスペースも広々していまして、右手にですねこのようにとてもね大きなバスタブが見えてきます。バスタブも奥の壁もね全部石造りになってまして、左手にはですねこういったアートが付けられております。はい、改めてね正面から見ますとこんな感じですね。深さもねかなりしっかりありますね。でね、右手にですね手すりと上にレインシャワーとハンドシャワーのそれぞれのねボタンと、温度調節のねボタンがまとめられております。こちらの壁がね、こういったガラスの大きな、ね、窓になってまして遠くにですねテレビもこちらから見えるようになっております。はい、で浴槽のね奥にはねこういったねちょっとモコモコした生地感のねバスピローがね置かれてまして蛇口周りはこんな感じとなっております。かなりね高級感のある蛇口とハンドルになってまして、横にはですね木のトレイに、ヘチマスポンジと、こちらの中はねバスソルトが用意されております。はい、それではですねバスルームの隣、トイレ見ていきましょう。このように扉はですね明るい木のテイストになってまして、こちら開けますとこんな感じでね床はストーン調になってまして、奥にですね木の枠がある、和モダンな、ね、テイストになっております。このようにですねトイレは通透性でして、中に入るとねこのようにですね自動で蓋が開いてくれるタイプとなっております。はい、で奥にはですねこのようにトイレットペーパーと、流すボタンやねウォシュレットのボタンもこのようにね木に埋め込まれるような形で配置されております。はい、奥にはですね替えのトイレットペーパーも袋に入って用意がされております。それではクローゼット周り見ていきましょう。こんな感じでねシンプルではモダンなねクローゼットが用意されております。こちらねお部屋入ってすぐのところでもあって、トイレから出てすぐのエリアとなっております。はい、まずですね下にですねこのような広々としたラゲッジスペースがありまして、右下の引き出しにですねこのようにですねパジャマの用意がありまして、上下セパレートのねタイプですね。そして上にですねもう一着ホテルザミツイ京都の、ね、ロゴ入りの、バスローブがね用意されてまして、その後ろはですねかなり大きめのハンガーが5本ね用意されております。で一番後ろにはですねこのようにホテルザミツイ京都ロゴ入りの紙袋もね用意されております。で真ん中にはですねこういったタイプの、肩だけのねハンガーが4本用意されてまして、奥にはですね、クリップ付きのハンガーが5本用意されております。こちら入り口との間もですねこのようにスライド式のドアで、閉めることができますし、こちらのね後ろに姿見の用意があります。はい、いかがでしたでしょうか。さすがね、ラグジュアリーコレクションということでね、部屋全体はモダンでかつねとても高級感のある雰囲気でした。デスクもですね大きな一枚板が使われていたり、特にお風呂場周りはですね浴槽も全て石造りになってまして、とてもね大きな浴槽がありましたし、レインシャワーもねかなり大きかったのでリラックスできる空間になっています。バスアメニティもね、ホテルザミツイオリジナルのとてもね優しくていい香りのするものが置かれてましたし、バスソルトもねしっかり用意があります。さらにはですねレターセットやね食器類、ティーバッグや、ネスプレッソのカプセルもねなかなか他で見ないような、ね、セレクションが揃っていたり、まあさらにはねちょっと細かいですけど、綿棒がですね耳かきになっていたりとか、置いてあるものね一つ一つがねとても嬉しいホテルです。またねこちらのホテルはですね、地下1階にねサーマルスプリングスパーというねとても広い、ね、温泉があったり、広々として美しい中庭があったり、まあ、館内もねとても楽しめるところもいっぱいあるので、とてもね満足度の高いホテルとなっております。ホテルグラムではですねこのようにいろんなホテルのお部屋をルームツアーの形でたくさん紹介していきます。
ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンたくさんいただけると嬉しいです。それではまた次のお部屋でお会いしましょう。